え、父の血、え、父の血、え、父の血、え、父の血。どうも、皆さん、こんにちは。ククルです。ということで、本日はですね、こちらのククルメインの動画を撮っていきたいなというふうに思っているんですけれども、今回のメインは、タイトルとサムネイルにあると思うんだけど、虚空の Y ゲンとの併用になってます。で、こちらの虚空の Y ゲン、武器スキル的には、クリティカルアッププラス EX 更新。で、第2スキルが弓銃キャラの、クリティカル発動時余ダメ上昇ということで、まあ、クリティカルが上がりながらもクリ発動時に与える火力が上がる。で、ククルはサポートアビリティですごい攻撃回数が多いキャラなんだよね。というか、サポートアビリティ以外にもアビリティで攻撃回数がめちゃくちゃ多いキャラなんだけど、サポートアビリティが敵のターゲットにされやすい。これデメリットですね。で、必ずトリプルアタックして、通常攻撃1回ごとにランタゲ3ヒット。うん。つまり1ターンに最低でも9回の攻撃をするんですよね。奥義を除く。で、まあ、9回ヒット。で、さらに1アビがあるんですよ。スプレッドショット。で、これが自分に制圧射撃効果。これが、自分が攻撃時に1アビを再度使用するっていう効果なんだけど、攻撃回数これで6回ですよ。で、2アビも攻撃回数6回。で、3アビがターン経過なしで通常攻撃を実行しますと。で、1アビの後に3アビを使いますから、これで6回がもう1回発動するのね。だから、1ターン目の攻撃回数が9回、18回、24回、30回、36回。ということで、1ターン目に攻撃回数を36回繰り返すんですよね。最低でも。で、それがどんどんね、アビリティダメージ、ドンバンバンバンっていう風になっていくから、余ダメージアップとすげえ相性がいいだろうっていうことで、まあ、虚空の Y ゲンです。だから、重得意なんですよね。うん。まあ、今回のコンセプトとしては、弓銃で染めてみました。まあ、他の人にね、参考にできないような編成を組んでしまったんですけれども、まあ、今回の技巧確定編成はこちら、ヘラクレスを採用してます。ヘラクレスが技巧中と技巧小の複合スキルなんですよね。これが、ま、大体武器スキル的には技巧2と同じぐらい。だから、セラスデスですね。土属性の、アリア・イスタバイオンの黄金の騎士の、解放武器セラステスの技巧2と大体同じぐらいで、これでまあクリ率が 42.3 とか 42.8 とかそんぐらいあったような気がします。で、虚空の Y ゲンで技巧付きで、剣聖の袋しない、この3本で技巧が確定します。うん、虚空の Y ゲンの技巧率は 20% ぐらいだったかな。まあ、何せよ、両面、ティターンでクリが確定するよっていう構成になってる。で、こんな感じで裏に皆無を入れて、今回は、支配の天秤を抜きました。うん。支配の天秤ってね、結構抜いていいと思ってる。特に土属性。優秀な武器がすごい多いし、技巧確定軸を組むと、技巧確定枠に武器枠かなり食われるから、支配の天秤を入れてる暇がないですね。特に虚空の Y ゲンって EX 工事でしょ多分。なんで、まあ、EX 工人肩とかになっちゃうんで邪魔になっちゃうんで、割と僕は国支配の天秤だね。は状況によっては抜く。火力が欲しい場合、もっとダメージが欲しいです、敵が弱いですっていう場合はもちろん入れるんだけど、敵の攻撃が痛いですとか、まあそういった時は支配の天秤はね、全然抜くっていう選択肢はあると思ってます。特に今回は攻撃回数が多いので、ダメージ上限よりも余ダメージアップの方が重要だと思ってて、今回ワールドエンドを採用してます。ワールドエンドは儀連スキルですね。儀連スキルによってアビリティダメージが乗るんですけれども、スキル効果量でアビ余ダメプラス10万5000っていう風になってですね、アビリティの余ダメがすごい高いので、うん、かなり優秀なはずです。ククルはアビリティ6回発生するんだけど、これで1回10万オーバー発生するから1アビで60万加算強くない60万加算強いね。1ターンでスプレッドショット1アビとスピードローダーのスプレッドショットがあるから120万加算されるのかな、武器1本で。めちゃくちゃ強いよね、そうやって考えると。で、2アビあると180万加算されるから、すごいパワーを得られると思います。で、他のキャラクター見ていきましょう。シルバがですね、まあ、3アビバリーシューティング、これでね、サブメンバーの入れ替える要因です。あと序盤は奥義効果でスローをかませて特殊技を打たせないっていうのがシルバの役割。
で、ユーステス。で、こちらの方は、3アビのウェイステッドアースを割と目的にしてます。これ7ターン目以降、使用間隔7ターンになってるんだけど、これククルの1アビと3アビの使用間隔も7ターンなんですよね。だから7ターン後に同じタイミングで3アビが使用できるんですが、3アビを使用すると、重点レベルを2消費して会心を追加するんですね。この会心効果によって、さらにククルの1アビと3アビと3アビのためが伸びます。この会心でよりパワーを伸ばしていくっていう3アビの狙いと、まあ、あと敵対心が高いんですよね。ククルって2アビとサポアビによって敵対心が高いキャラになってますので、これがサポアビと相性がいい。ダメージを受けなかった場合、ターン終了時ターゲットに関わらず4回土属性ダメージ、これでねダメージを稼ぐことができる。ユーステスのパワー、あとついでに麻痺も持ってます。土防御弾も持ってます。そんなキャラクターですね。でシルバーの3アビで後ろから出すのがメーテラですね。こちらのメーテラはアビリティダメージがすごい高いキャラクターなので、まあもちろんギレンスキルとかとも相性がいいし、攻撃回数もすごい強いと。でさらにサポートアビリティでアビリティの余ダメージアップっていう、メーテラのサポアビがありますから、ククルのダメージがより伸びるっていうそんな構成です。はい。で、あ、もう一個あります。ロビンフットが今回は地名の緑夢を採用してます。エメラルドフォグですね。これがミゼラブルミスト枠なんだけど、地名の緑夢を採用すると、地名の緑夢ってデバフの数に応じて余ダメアップみたいなのあるんですよね。これで火力が伸びるはずという、余ダメアップ構成ですね。ゴリゴリ余ダメアップ、クリも確定してるんで虚空の Y 弦も伸びてます。それじゃあ、早速行ってみましょう。ティターン行きまーす。対戦よろしくお願いします。よいしょ。まあ、アクロバットボレーでね、デバフも発生してるんで、まあ、まず1アビで、1アビを打って奥義をまず発動すると。で、地名の力夢。この効果が4ターンの間、付与されている弱体効果の数に応じて、被ダメージが上昇しますね。さあ、ここからビギニングアロー、ビギニングアロー、ワンワンワン。アローレイン、アローレイン、ワンワンワン。で、スプレッドショット、270万。バレットダンス330万。3アビ使います。で制圧射撃がついたんで270万火力が高いよね。通常攻撃で90万が出ながらも100万ちょい出てるね。通常攻撃制圧射撃が発動している、うん、これターン終わった後のねダメージのやつ見てみたいですね。マナブラスト、ババババババ。このマナブラストは多段ダメージなので、ククルの2アビの回避率アップと敵対心大幅アップによって全て吸い込むことができると。これによってね、ユーステスのサポートアビリティ、ダメージを受けなかった場合に、4回土ダメが発動する。これの効果によってですね、ダメージがより加速したと。フラワーリープリズン、デバフですね。デバフですので、どうなるか分かりますか？そう、ユーステスのアビダメが発動するんです。バババババ。これで、まあ、シルバとククルのね、相性もいいということで、これが、ユリか。僕はちなみに、ユリの間に挟まる男、皇帝派なんですけども。なんで、もしかしたらね、皆さんに殺されてしまうかもしれません。僕は全然、ユリの間に挟まって、3P したいという男がいても構わないと思っている。さあこれで奥義を打つ。あ、バリーシューティング発動しました。これでバリーシューティングで後ろのメンバーがやってきます。でこれでメーテラがやってくるんだけど、このメーテラも防御性能ダウンっていう効果がついちゃうんですよね、うん。なんでかっていうと、バリーシューティング、シルバの3アビの効果ですね。シルバの3アビの効果によって防御性能が下がるんだけど、ククルが2アビとサポートアビリティによって、攻撃を吸い込みやすくなってるんですよね。だから防御が低いよっていうデメリットが、機能しにくいんですよ。そう、防御が低くて大変だよっていうのがあんまりなくて、ちょっとデメリットを軽減できるっていう、まあ、シルバ×ククルの相性の良さですよね、うん。表にはいないけれど、しっかりとサポートしている。これがシナジーってやつかな。さあ、敵が麻痺をしたことによって、一方的に攻撃をすることができます。しっかりとユーステスのパワーを感じていく。通常、イカ娘。ペンペンペンと。定番。誰だ？痛い！まあ敵対心がほんのり上がっているだけでね、まあそんな必ず攻撃を吸うなんていうことはありませんので、これでバレットダンスで敵対心と回避力がアップします。
でククルが奥義を打つと、あの完全回避がつくのと同時に攻撃を避けたらサポートアビリティがつくんですよね。そう、ククルは落ちたとしても役割を果たせるっていうのがすごい魅力的なポイント。あのククルのサポートアビリティの味方全体、回避成功時味方全体の攻防アップっていうのが永続効果になってるから、ククルって落ちやすいんですよ、どうしても。なんでかっていうと、あ、これで3アビの会心がつきました。火力が上がります。350万ダメージがなんか80万ぐらい上がりましたね。制圧射撃1アビのダメージがめちゃくちゃ伸びてる。80万ぐらい伸びてる。制圧射撃ポンポンポン、めちゃくちゃなダメージですよ。で、スピードローダー、このなんだっけ、バレットなんとか効果がまだ残っていますから、このバレットなんとか効果を消費して再行動した3回通常攻撃ぐらいしたかな。めちゃくちゃ火力が高いですね、これによって。で、まあ、あの攻防ダウンアップ、攻防累積アップっていうのが全体で存在しておりますから、これによってあの真っ先に多分落ちるんですよね、ククルって。サポアビの敵対心アップとニアビの敵対心アップによってどうしてもその多段系攻撃とかをしてくる敵には落ちやすいキャラクターになってるんだけど、落ちたとしてもククルは役割を果たして落ちていくような形になってますから、制圧射撃、かなりパワーが高いっていう感じですね。で、奥義効果、バシ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 と、マナブラスト、ドドドドドン、いててててててて、いててててててて、あ、今、攻防アップ累積しましたね。で、バレルローダーが上がりました。このバレルローダーっていうのに消費して、3アビ使用時の、3アビ使用、3アビが再使用可能になるっていう効果になってます。だから7ターンおきにこのフルオートで考えると、バレルローダーを消費して、TA、TA、TA っていう感じにしていくんだけど、1アビと3アビの再使用間隔が同じっていう風になってるから、1アビと3アビの再使用間隔が同じっていう風になってるんで、フルオートもすごいそのあたり相性がいいような印象がありますね。ドーナスムライト、これでアクロバットボレー、奥義効果、まあ、ユーステスの3アビは会心効果がいいっていう風にさっき言ったと思うんだけど、まあ、あの会心効果をつけた際にそのよだめアップっていうのがあの7ターンちょうど、最小感覚ターンと同じになってるから、パワーが上げやすいですね。いた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 。やっぱ防御性能ダウンがちょっと厳しいですよね。メーテラに攻撃吸われると、メーテラじゃなくてククルに攻撃が吸われるといいんだけど、めちゃくちゃ高いって感じじゃないね。敵対心アップの部分に関しては。まあ、ほんのり上がってるんだろうなっていう感じで、絶対に攻撃がかなり吸い寄せられて、まず真っ先に100落ちるぜって感じではなかったよ。ないような気はする。確かに。ただまあ別に、まあそんぐらいじゃないと逆に。ククルがね、仕事をせずに落ちちゃうこともありますので、麻痺を外していく。まあ、ただ、他のキャラクターの HP、ユーステスとか主人公とかの HP を見る限り、まあ、割とククルが早めに落ちそうな感じはするよね。敵対心アップは機能してるけど、そんなにゴリゴリに上がっている感じはしないっていう感じかな。ということで、弓銃染め、虚空のワイゲンパーティーでした。ターン14で討伐ですね。これかなり早いような気がしている。よいしょ、いきます。討伐タイムが6分18で、ダメージ的に見るとこんな感じでしたね。他のキャラクターもね、かなりパワーが高いんだよな。こうやって見てみると。ただ、アビリティの使用回数少なめでこのダメージを出してるっていうのは、まあ、かなり高評価ポイントじゃないですか。そう。ククルのダメージ、ククルはアビリティ9回でこのダメージだから、他のキャラクターってアビリティ14回とか、アビリティ10回とか使ってこのダメージなんで、まあアビリティの使用回数的に見ると、タイム的な、DPT ってやつですか。ターンにおけるダメージは優秀なキャラクターなんじゃないかなと思ってます。パワーは高いですよね。まあ他のキャラクターがクソ高いから、なんかククルがちょっと霞んだように見えなくもないけど、まあかなりパワーが高め。まあユーステスもね、サポート要員としてかなり優秀だったんじゃないでしょうか。会心使用時のダメージ高かったしね。はい。ということで、今回のククルフルオート運用でした。ちょっととりあえずこれ試してみたかったんだよな。虚空の Y ゲンがね、まあどうしてでもこう技巧枠の調整なのにあんまり話に聞かないよね。あ、例えばだけど六竜のワムデュスナイダリア、水属性のワムデュスナイダリア、マグナ編成でワムデュスナイダリア入れてみたとかさ、そういうのってあるけど、まあ、虚空の Y ゲンってあんまり言われてない印象だったんで、ちょっと今回使ってみたかったんですけど、どうでしょうかね。まあ、4ダメージが3万っていうことは3区27万、1回の通常攻撃で27万のダメージ追加っていう風になって、さらにアビダメのダメージも追加されるから、
ダメージ高いですね、余ダメージ。はい、そんな、編成の一端をお試ししてみるというわけでございました。多分普通に使った方が強い。悲しいけどまあ技巧確定10パとかじゃなくて、普通に短刺しでかませるっていう意味でも、ここのダメージ見てもらったら分かるようにね、1ターンにおけるダメージはすごい高いキャラっていう風になってるから、まああのうん、多分弓銃染めよりもあのピン刺し、普通に TA 確定要因としてピン刺しするのが強い気がする。まあ落ちても仕事できるっていうのがいいよな、回避成功時のこの攻防アップル遺跡によって。うん、まあそんな感じだな。ククルはフルオートだと強いような気がしました。攻撃特化型のバレグリっていう感じかね、俺の中では。あのバレグリは攻撃性能、敵の攻撃性能を下げる能力がすごい高いけど、ククルは敵の防御性能を下げながら攻撃するっていうタイプなんで、ちょっと攻撃寄りのバレグリって印象でしたね。はい、参考になれば幸いでございます。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。